どこかに凛子がいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。凛子たちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？これ、凛子さんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。ここも閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。こんなところに。奥に部屋があったのか。使わせてもらうよ。まだまだいそうだな。こいつら、いつの間に。シャッターが開いたようだな。凛子は下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。凛子は俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。
何かあるってことだ。むしろ喜べよ。無茶言うな。エーテルに適合した体っていうのは他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原始ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだよ。奴らだぜ。どうなっているんですか？あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せば。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたか当然だろう。考えるか。ああ、その言い方だぞ。死んでも変わらねえな。それはお互い様に。喧嘩してる場合じゃない。AK、今は凛子さんを守らなきゃ。わかったよ。敵が切れやがった。気をつけろ。
すぐ終わるわ。少し頑張って。もう十分頑張ってるっての。敵がいるとなぜ言わなかった？この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケーケー、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、凛子さん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。